はい、まあ、本日をもって、ファイターズに残留することを、決断しました。それと、まあ、背番号なんですけども、中島さんの後を受けて、27番に変更することも、今日決断しました。残留することが僕自身、正直一番だと思ってましたし、そのことは思いながら、いろいろ話してきましたし、まあ、それが僕の中で、強くなったっていうのが一番だと思いますし、やっぱドラフト1位で、入団させてもらって7年間、まあ、正直、それに期待に添える結果を出し続けてきているわけではないので、まあ、そういう面では、恩返しもできてないと思いますし、それに見合った成績も残してないと思うので、そういう面では、ファイターズで、頑張っていきたいなというふうには思った結果だと思います。 FA 決まった時に、いろんなファンの人から、残ってね、来年も一緒に やってくださいっていう話を、かけていただいたので、まあ、たくさんのファンの皆さんのためにも、頑張りたいと思いますし、優勝も遠のいているので、なんとかチームが優勝できるようにやっていきたいなと思います。球団の方から、ぜひつけていただきたいっていう話をいただいたので、それはもう心よく、まあ、ずっと引退したらくださいねって話は中島さんにはしてたんで、まあ、いろんな、まあ、他の球団も含めて、正捕手の方が、27番っていう部分で背負う番号が多いので、まあ、責任を持って重みに感じてやりたいなと思いますけど、最初遅れて、まあ、いろいろ自分の中でも初めての経験だったんで、感じるものはすごくありましたし、勉強になる部分もたくさんありましたし、後半戦やっぱ上位にくっついてた部分があったにもかかわらず、あれだけソフトバンクと離されてしまったっていうことは、やっぱ復帰してからすごく責任は感じますし、僕らのポジションはやっぱ勝って評価されるポジションだと思っているので、そういう面ではすごく悔しいかなと思いますけど、いや、もう毎年変わらないですね。もう優勝を目指してやりたいと思いますし、こうやって、ファイターズさんに、いい言葉をもらって、恩返ししない男はいないと思うので、しっかりと恩返しできるようにやっていきたいと思います。